どうも、うずです。いや、やっぱり iPad mini いいですね。なんかこのサイズ感。ちょっと今回はダイムさんを通してレビュー用に iPad mini 送っていただきまして、まあ私なりの自由な感想を動画にするっていう形になってるんですけれども、まあ本当にね、 iPad mini 今回の第6世代になりますかね、多くの方がもう使われていて絶賛してる理由が、まあ1週間使ってみてよくわかりました。本当素晴らしいと思います、なおに。で、現在の iPad というと、通常の iPad、iPad Air、そして iPad Pro、iPad mini と4つになるんですけれども、まあ正直、iPad ってできることは全部一緒なんですよ。同じ。まあもちろんその中に細かい違いはあるんですけれども、ネットで調べ物をしたり、読書したり、動画見たり、あとはメモを取ったり、そういった一般的に使われるような用途においては、現行モデルは全て同じようなことができますし、性能の方も体感的に感じる差はありません。なので、選ぶ際にやはり重要になってくるのは iPad はサイズ。現在私の手元には自分が所有している iPad Pro 12.9 インチ、11インチ、そして iPad mini お借りしているものがあるので、まあ3タイプの大体パターンとしてあるんですけれども、こういった中でも、やっぱ一番多く利用されているのは通常の iPad。ちょっと私のね、手元に通常の iPad がないんですけれども、まあサイズ感で言うと真ん中の10インチ、11インチクラスのものが一番多く利用されてます。大きすぎず小さすぎずということで、絶妙なサイズ感があると思います。この10インチ、11インチクラスには。まあ持ち運びしやすいし、画面も大きくて、何やっても快適に見られる、作業できる。非常にいいバランスのサイズ感だと思います。まあ、iPad がもともとね 9.7 インチの通常の iPad から始まってますからね。まあなんですけど、実際に手に持って使い出してしまうと、あ、これいいなって思っちゃうのが iPad mini なんです。私自身は iPad mini 第2世代を使ってた時期があって、その時もそのサイズ感の良さって感じていたんですけど、今回久しぶりに iPad mini 第6世代を使わせてもらって、またね、ちょっとこのサイズってすげえなって、いいなって思って、特に今回の新しい iPad mini はホームボタンがなくなったので、全体のサイズ感は大きくならずに、ディスプレイの方が 8.3 インチになりました。すごく大きなディスプレイになった。それでいて、片手で持っても持ちやすいですし、重量感も重さを感じさせない。そして、ウェブの閲覧に関しても、動画視聴、漫画、読書ですね。なんかをやっても、本当に程よいサイズ感で、片手で楽しめます。もちろん年代によっては小さな文字が苦手ってなってくる世代が出てきますよね。私ももう45ですから、ちょっと小さい文字がっていうのが出てくるかもしれませんが、まあそういう方でしたら通常の iPad にする選択肢がありますし、まあなんですけど、やっぱりこのサイズ感でほとんどのことができてしまう。それもちっちゃいから不便っていう感じはあまり受けない。そこが iPad mini の絶妙なサイズ感だと思います。まあ、あとは iPad mini だとこのコンパクトなサイズ感なので、ビジネスマンの方、まあ、学生の方もいいですかね。外に持ち運びが多い方だったら、手帳代わりに使うっていうのは最高に使いやすい端末だと思うんですよね。で、私も GoodNote 5っていうアプリを愛用していて、これ多くの方がね、使ってて人気のアプリですけれども、まあ、今回 Apple Pencil の第2世代にも対応してますので、まあ、脇にね、こうマグネットでくっつけて充電しながら使えるところもいいポイントなんですが、ノートアプリと併用して使うことによって iPad mini の魅力はさらにアップします。もちろん10インチクラスの iPad で持ち運びして手帳、ノート代わりに使うっていうのも使いやすいとは思うんですけれども、 iPad mini ぐらいのサイズ感だったら、まあ、本当にビジネスバッグに入れといたり、まあ、手持ちで持ってっても邪魔にならないサイズなので、iPad mini はノート、手帳の代わりとしてはすごく最適なサイズ感だと思います。まあ、おっさんが言うのもなんですけど、やっぱりこのサイズ感ですからね、可愛いんですよ。可愛い端末っていう感じですね、iPad mini。で、個人的には iPad にあまり性能は求めていないんです。まあ、十分に今のモデルだったら、通常の iPad から性能の高い CPU が入ってますので、そんなにこだわることではないんですが、まあ、それでも iPad mini は
今回の新しいやつね、 A15 バイオニックっていうチップが入っていて、まあ性能は若干いじられてはいるんですけど、 iPhone 13 と同じ A15 バイオニックチップを入れてるっていうのはすごい魅力的なところになるのかな、まあ、なるでしょうね、まあ、性能がいいっていうことです。この小さなねボディにそれだけ性能の高いチップが入ってるっていうのが、まあ満足感を高める要素にもなってくると思います。はい、あとはやはりここですよね。外部端子がライトニングではなく USB のタイプ C に変わったところ。で、このアップル製品のライトニング端子、USB-C 端子に関しては、ちょっと私なりにもしばらくね、使ってみて思うところがあって、まあその考えた結果的に私としては、やっぱり iPhone はライトニング端子でもまあまだいいかなっていう気持ちはあります。もちろん USB のタイプ C 端子を利用する機材をいっぱい持ってる人だったら、まあ、私もそうなんですけれども、そういう人だったら iPhone もタイプ C だったらケーブルを余分に用意しなくて済むなっていうのはあるんですけれども、ただ iPhone って外部端子何に使います？主に。充電がメインですよね。ほとんど充電にしか使わないと思います、外部端子。iPhone は。で、たまに有線のイヤホンで音楽を聴きたいっていう方がいたら、アダプターを通して、iPhone で音楽を聴くっていう方がいるかもしれませんが、外部端子に関してはそのぐらいだと思います、ほとんど iPhone は。なので、ライトニングでもいいかなっていうのがあるんですけど、iPad って、外部ストレージとつなげて使う方、iPhone に比べると多いと思います。私もそうです。写真や映像データをこういった外部ストレージ、SSD やハードディスクに保存して、それをType-C 端子でつなげてデータ転送を直にやったり、そのまま利用したりします。まあ、それ以外にもタブレットだと外に持ち出してディスプレイにつなげて、まあ、ちょっとセミナー的なものをやったりとか、そういうことをする場合にも、ライトニング端子の専用アダプターより、Type-C コネクタのアダプターの方が汎用性が高く便利です。なので iPad mini が今回 USB の Type-C を採用してくれたっていうのは嬉しい方が多かったはずです。そしてさらに iPhone 13で望まれていたけれども実現しなかったこと、タッチ ID でございます。指紋認証ね、電源部分に。これがあるおかげでマスクしたままでもスムーズなスリープ解除ができます。といった USB Type-C の採用、タッチ ID の採用、この2点だけでも iPad mini 第6世代の魅力度はぐんとね、上がったと思います。はい、そんな感じで1週間ほど iPad mini を使わせてもらって、すっかり iPad mini の魅力にやられております。ただ、私には今回の動画にも登場している iPad Pro 11インチと iPad Pro 12.9 インチがあります。で、この3つがこの1週間一緒に生活をしてたわけです。その中で一番利用率が多かったのは、やっぱり iPad mini です。iPad mini が一番多く利用しました。まあ、目新しさもあったとは思うんですけれども、一番多く利用した理由、どこへ持っていくのにもコンパクトで持ち運びしやすい。まあ、やっぱりこれです。これですね。この1週間だと私は仕事で1日外回りのね仕事があったので、その時にも iPad mini ちょっと報告端末として持ってったのがあって、そこでの持ち出し、あとはほとんど自宅内なんですが、1階と2階往復してまあ利用するのに iPad mini 楽ですよ。やっぱりだって片手でねファファーって持っていけるから。まあそれでいて YouTube などの動画視聴、メモ、調べ物、ゲームアプリ、全部そつなくこなしてくれますから、いやー便利で。逆にこの1週間の中で iPad、まあ、特に iPad Pro 12.9 インチですね、こちらを利用したシーン、お絵描きぐらいです本当絵描くのはね、画面がやっぱりでかいので描きやすいのがあって、そのお絵描きに使うってぐらいは利用したんですけど、あとそうだ、Netflix で映画見ました。映画なんかはやっぱり大きい画面で見たいなっていうのがあって、そういった時にだけ iPad Pro 12.9 インチを利用しました。それ以外は基本この1週間は全部 iPad mini で済ましちゃいましたね。こう考えると iPad mini かなってなんか思うね、ところがもぞもぞってあるんだけど。あと誤解がないように言っときたいのが、iPad mini でもお絵描き、イラストを描いたりなんかは全然快適にできますので、あくまでディスプレイが大きい方が描きやすく効率的に作業ができるから 12.9 インチを私は利用してるだけで、 iPad mini でも十分イラストを描いたりとかはできます。まあ当たり前ですけどね。まあそういった時に Apple Pencil 第2世代が役に立つわけですけど、はい、全然イラストを本格的に描くっていうこともアプリが共通ですからね、 iPad できますので、そこの部分も安心して利用していただければと思います。まあサイズ感、逆にこのぐらいのサイズ感の方がいいのかもしれないね。画面からね手が出て、すごいナチュラルなパームリジェクト機能
手がね、画面から外に出てくれるからね。はい、ということで、今進めるなら iPad mini、非常に私としてはおすすめな端末になります。使用時間と価格のバランスで考えると非常にコスパはいいと思います。ただしですけれども、もちろん iPad mini 安い品ではありません。タブレット単体として考えた場合、価格の方が本体価格 59,800円からとなってます。 64GB モデルと 256GB モデルがありますので。で、 iPad の専用のカバーやこういった Apple Pencil を一緒に合わせて買おうとした場合、 83,230円からとなってきます。いやー、行くね。まあ、家族を持ってるパパさんだったらお小遣いで買おうかなって思える金額ではちょっとないですよね。なので、この動画を見て iPad mini 欲しいなって思ったお父様いらっしゃったら、まあ、奥様かもしれない、ご主人奥様にお伺いを立ててから購入していただければと思います。あの、夫婦喧嘩しないようにね。ね。で、私は iPad mini の発表を聞いてから iPad Pro 12.9 インチを用意したわけなんですが、あの、正直、すごい悩んだんですよ。まあ、どっちがいいかなって思って。で、結果的に私はちょっと絵を描くことを中心に iPad を今回決めたので 12.9 インチを選んだんですけれども、まあこの1週間使ってみて、やっぱり利用率は iPad mini の方が高かったっていうことが自分で分かっちゃいました。皆様もこれから iPad 初めて購入しようかなと思ったら、どのモデルがいいんだってすごくね、悩ましい問題だと思います。私からのアドバイスとしては、特に気にしていただきたいのはやはりサイズは重要です。後から選び直し聞かないですしね。それと外部端子、まあ他になんかいろいろ接続するとかいうこと考えなかったら通常の iPad でもいいと思いますし、ライトニング端子の、まあ、USB Type-C がやっぱりいいよっていう方でしたら、新しい iPad Air mini、 iPad Pro を選べば間違いないですし、そして何よりも重要なのはやっぱり価格ですよね。ご自身の予算に合わせて、程よいものを選んでいただければと思います。実際のところ通常の iPad 非常にお手頃価格になってますが、性能面、使い勝手ともに、あの、一般的な用途だったら十分に満たせるものになってますので、はい、そういった選び方でよろしいかと思います。今回は iPad mini を約1週間ほど使ってみて、私が感じたことをそのまま素直に話させていただきました。結果的に iPad mini が良かったってことになるのかな。絵を描くのが仕事や趣味でなかったら、まあ他の用途でもね、大きいディスプレイが役に立つっていうことありますから、今回の場合は私に関してはちょっと絵がポイントだったっていうだけですね。はい、ということで終わりましょう。私の動画はカメラの話が多いんですけれども、 Apple 製品の情報なども、毎年ちょこちょことやってますので、興味がある方はまた覗いていただければと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の動画で、バイバイ。まあ、あとは iPad Pro とのサイズ感ですよね。本当に iPad mini って iPad Pro 12.9 インチの片側画面ぐらいのサイズ感になるので、まあ、iPad Pro 12.9 インチ、非常に高額な商品ですけれども、そう考えたら、iPad mini を2個分、この1台でね、使ってるって考え方で、ちょっと無理があるかな。はい、そんな感じで使えればいいかな。いやー、でもね、iPad mini いいよね。あえて増やす必要はないんですけど、うん、なんか普通に欲しくなっちゃうね。